くれるのか。それでは参りましょう。レッドサイドミスターバーサスブルーサイドゴナ東京の試合です。波動ファイト。さあ見た目バーサスサブタンクの試合となりました。ゴナ東京は先ほどと変わらずシールドプレイヤーが2人の、アタッカーが1人、アタッカーを高台さんから B 選手に変えてきました。対するミスターはスピードが2、サイズが1、チャージが4のシールドが3、サブタンクを入れてきた形。さあこれは、ね、ミスターが2壁を使ってくるのを予想してのサブタンクか。さあうまかったですね。さあシールドから出るところをしっかり一撃で決めてきました。しかしリードしているのはミスター。やはりチャージ用のプレイヤーがいると若干いつもよりシールド割れるペースが速いか。ただミスターのシールドの枚数も、ね、だんだんと少なくなってきました。ゴナ東京はまだ硬い壁が4枚ある。さあこれがダブルタンクの驚異的なところ。さあ打ち勝てるのか。残り20秒ラストスパートです。さあこの1点のリードミスターは逃げ切るか。さあ最後の1枚まだ壁があった。さあ5秒前来れるか。前にアタッカーが取りに来るか。逃げ切った。3対1でミスターの勝利です。おめでとうございます。さあ最後斜めから。